大手金属メーカー、三菱マテリアルの会社が製品の検査データを改ざんして、不正を調べている調査委員会は、じゃあ、収益の拡大を優先し、品質を軽視して、ことが背景にあると指摘し、製造業を無ものとして基本的な事項がないがしろされていたとする報告書をまとめまし、三菱マテリアルの子会社による件、データの改ざんは、弁護士を含めた調査、委員会が不正の詳細や原因を調べています。28日公表された調査委員会の中間、告、よりますと、子会社3社のうち、両新道では、遅くとも2001年から、製品の検査データを改ざんする不正が始めていたとしています。その上でシワや収益の拡大を優先し、製品の品を軽視していたことが背景にあるとして、製造業を営む者として基本的な事項をないがしろにされていたと厳しく指摘しています。一方、ゴム製品のデータ改ざんして、三菱電線工業については、基準を満していなくても、合格品して扱うねをしたリストがあったとし、います。また、三菱電線の村田博之社は、事業本部長を務めていた平成2年時、材料の配合に問題があることを、の、委員から聞き、データの書き換えが行う。考え、ソフトランディングの解決を、指していたと指摘しました。サンヒシマリル社長が会見、迷惑をかけ深くをは、三菱マテリアルの竹内翔社長は記者にで、弊社子会社による品質問題については、お客様、株主の皆様をはじめ、係者の皆様にご迷惑をおかけし、深、お詫び申し上げますと述べ、謝罪しまった。その上で、竹内社長は、根会の社ともにかなりの人数が関与して長間、渡って不正行為が行われていた子が、中になり、非常に深刻に受け止め、いる、由々しき事態だと考えていると、で、データ改ざんの不正は組織ぐるみで、危機的に行われていたという認識を示しまった。また、自らの経営責任について、子会社2社の問題を踏まえて策定し、グループ全体の品質に関わる法令遵守策、具体化などを全力で進めることが私の責と使命だと考えていると述べました。